パラントロプスエチオピクスは、化石人類であるパラントロプス属の一種。生息年代は、およそ270から230万年前などと言われている、パラントロプス3種のうち、最後に発見された。先に発見されていた1938年のピーロブストス、1959年のピーボイセと、同様に、頭頂部に、市場量があり、 頭骨が頑丈なことを示している。頬骨弓からは、ゴリラのように強力な噛む力が想像される。頑丈が高い中以外では、特徴に共通点が多いため、アウストラロピテクスアファレンシス直系の子孫である可能性が高いとされる。三種のうち最も古い種とされているため、頑丈型の祖先となったのが、PHO ピ,ピクスと考えられている。1985年に、 アラン・ウォーカーがケニアにあるトゥルカナ湖の西で発見した頭骨は KNMWT17000 という記号名称が付けられた。高レベルのマンガンによる着色からブラックスカルとも呼ばれる。ケニアで発見されたとはいえ、同種と見られる下顎骨がすでに1967年にエチオピアで出土していたため、これらの種にピー・イテオピークズという名前が付けられた。 ブラックスカルを元に考えると図外容量は 410cc 程度と想定される。ありがとうございます。